し、明日は晴れかな。こんにちは、平山茂です。今日はですね、5月の13日、木曜日ですね。木曜日の現在時刻は夕方6時20分を回ったところでございます。今日も皆様お仕事お疲れ様でございました。本当にお疲れ様でございます。さあ、もう木曜日ということでね、明日一日頑張ってまた週末をね迎えるという方も多いと思いますけれども、明日はねめちゃくちゃ暑いということなので、本当熱中症注意しましょう。本当に明日はちょっと本当に結構体調を崩す方多いと思います。気をつけましょう。本当気をつけましょう。大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、大丈夫でございますよ。あれ、夕日ですよ、眩しい。太陽がしみるよ目に。大丈夫だね、大丈夫だ、大丈夫。